どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長寝屋坊大使シーズン2、相良義秘編、続きをやっていきましょう。さて、まあ、現在我々の勢力図、こうなっておりまして、でね、あそけがね、見てください、これ。軍備縮小しているんですよね。800と800に分けるってね、いくら攻め込まれないからといってね、こっちが使うってこともあるんですよ、コルマさん。以前のあれでもう戦はコリゴリになったかな。こちらとしてはぜひとも海総雲さんを使っていきたいんですけれどもね。まあ今のうちに援軍要請すれば1200人くらいは使えるが、その状態で、まあ、あの勢力と戦うわけにもいくまい。まあ、あそけは家臣に取り込みますかみたいな前作のね、ああいう話を誰かが持ちかけてくれない限りは、もうこのまま放置になってしまうんでしょうね。まあさすがに、あそけを攻めるのはいくら九州統一を掲げているとはいえど、それはまあ不義ですもんね。まあ基本、私に義理堅さなんてまあないとは思いますが、まあそれでも、まあスズメの涙ぐらいはありますから、その義理で、まあこのあそけは何とか生きながらえている状態。いいな、海藻運ぐらいね、武将として貸し出ししてくれると私は非常にね、使いたい気持ちはあるんですけどもね。まあ現在我々の勢力図で言いますと、まあちょっとここ黒瀬城、まあ、やっぱり守っていただくは高橋常雲先生、守り神を持っているかつ先方が乱世の花っていうね、決戦中追い詰められた時敵が威風するまで戦い続けるという恐ろしい、まあ戦法を持っているが、追い詰められた時なんで、まあ回想してしまうと部隊が相当弱くなるんですけれども、まあ前作よりかは相当強くなっていると思うんですよね。前作はステータスは高かったんですけれども、まあ先方がね、底力だったりで使いどころは微妙だったんですけれども、今回は非常に強い。まあ彼を中心とする 武将10人でなんとか黒瀬城、まあ今は耐久は鍛えているところなんですが、まあここを守ってもらいたい。で、毛利さんがね、欲しいらしいんですよ、黒瀬城。まあだからこそ我々がこの9月になって米が入った状態で、ついに毛利と戦わなければならない。で、現在73年ですが、まあ何の因果か、毛利元就さん、生存しているんですよね。そ強いな、統率103の知略が106か。先方は作詞ね、もう77歳という高齢、まあですがここまで存命であるのも、まあおそらく施策とかで家臣の寿命を伸ばすとかあの辺をやっていそうなんですけれども、ですがここまで生きながらえているのも、まあこの相良家と、まあ、戦うためにあるかなっていう風な、まあ因果も思ったりしているんで、そして九州統一を掲げるのであれば、毛利家とは戦わなければならない。国力1位なんだ。そんなところと我々は戦うわけか。まあ織田家もね、現在ここまで進軍しておりまして、ついに毛利と接敵している状態。まあ、ちょっと宣戦布告する前に外交。まあ長宗我部は通称としまして、毛利ももう単独なんですよね。織田家との親書は挙げているわけではないか。で、織田家はこういった状態。本願寺鈴木あたりを攻めるのも時間の問題だが、できれば東から毛利を攻めてほしい。で、我々が、まあ、外交できるようになれば、織田家と近づいて同盟を組む。で、同盟を組んだ後は、ちゃんとね、独占とかしたりせずにね、まあ、ちゃんといい関係を保てれるようにはしていきたいんですよね。さ、ならば暴進と謳われた毛利元就、宣戦布告いたしましょう。その身で知るがよい。いいね、言うね。まあまあ、助力ね。まあ、武士、軍馬14の鉄砲10か、本当心ばかりですよね。まあでもこうやって相手、まあ勢力図で言うと、国力1位か、ここと敵対したわけだが、毛利さん兵力25万でしょ、我々16万ですからね。戦意はちょっと、まあ、相手がちょっと上か。
まあ、戦いが終わってちょっと下がってきたところ、まあ、戦意は通常よりも気持ち上の状態で残っている。ここと攻める格上相手との戦いならば、まあ、最初の島津家で、まあ、相当頑張ったんですけれども、それでも毛利と戦わなければならない。まあ、戦略においては良くも悪くも、まあ、私自身はいいところまでは行っているが、まあ、戦術においてはそこまで私は得手ではない。まあ、その状態でこの毛利元就先生と戦わなければならない。だがこの宣戦布告で私はあなたを超える。ならば皇軍、さあ現在我々2軍団で約10万の軍勢で毛利に攻め込もうと思います。まあ、とりあえずこの辺の城はもう使わないので、一旦ね、まあ、軍備もだいぶ縮小させてはいるんですけどもね、まあ、そっから部隊を出しているわけだが、まあ、2軍団出すというのも非常に危険なんですけども、まあ、ちょっと戦略上、まあ、有利に進めるためにそうさせてもらいましょう。おお、相手も2軍団使ってくるか。見えるんですけどもね、いるでしょう、雷神様。お、こっちにも集結か。まあ、とりあえずは九州統一ですから、こちらとしては城4つ欲しいんですよね。まあ、とはいえ、これは、私の戦略の、まあ、いわゆる第一段階かな。お、信長に攻める。面白いね。信長に味方しても心象は悪くなる。拒否。待機する。で、これで集まってきたが、相手はまだ集結していない。ならば先に島津の軍勢を進めよう。いや、多分こちらの方が先だと思うな。軍勢は約1万ですよね。でも見ているとこことここしかいないですよね。ならば吉弘、まずは木田にお攻めよう。お前らついてこい。で、元就さんが、おお、1万ね。待機する。報告します。先月の収支です。これより随分と消費することで、お、軍事44。よかろう、これで行く。ありがたいね。敵の兵糧消費増加って言っても、毛利さんも、まあ、そこまで、まあ、我々ほど戦をしているわけではない。ん、増加させたところでな。それよりはこっち、部隊の移動速度上昇、自領内防御力ね。まあ、こっちやってみようか。表情を終える。お、土井清義。お、清義さん自身の方策。軍事はまだいけないか。いや、ちょっと置いておこう。四国すべてね。でも現在織田家と戦うつもりなんですよね。となると黒瀬を攻める確率もちょっとは落ちるかな。まあ、こちらの戦略としては2軍団使ってうまく相手を、まあ、この辺でね、おびき寄せながら我々が守りの状態を作っていきたいんですよね。現在木田に集結している部隊はそこまで多くはないので、そこはなんとか野戦で倒そうか。武将の質自体はどっこいどっこいだとは思いますが、とはいえ兵の強さ自身は相手の方が上とは思う。指揮は取りますよ。さあ、薩摩隼人の武殿下に知らしめるのだ。あ、陣はないんですね。お、しかも相手は3部隊のみ。我が力見せてやろうか。我が力お見せしましょう。俺の力見せてやるぜ。部隊が少ないならば釣ってもいいか。こっちは島津の兄弟に、あとは成松、インド、由布、サムタ、
朝倉、妙蓮夫人に、そして島津忠長といった状態。俺の力見せてやるぜ。するならば忠長にお願いしよう。で、義比の方は本体なんで、あっちにね結構鉄砲部隊いるんですよね。釣りのぶせはやっぱりこの頭じゃないとな。別にあの海藻雲さんいないんでそこまで必然性はないんですけどもね。俺の力見せてやるぜ。ちょっとごめん、じゃあ印藤さん入れるわ。よし、これでいきましょう。陣がないのはラッキーだ。相手は絶対これあれですよね、舞台が少ないから長蛇の陣に見えますが、絶対ホースの陣だ。とするならば敵は突っ込んでくるぞ。覚悟せよ。ご命令を。進みなさい。ゲチ、印藤さん、なんとか耐えてくれよ。ゲチ、釣り隊が来るならば、まあ、ちょっとこっちに行こうか。ヨシヒロは印藤さんのカバー、まあ、どうせ印藤さんは多分改装するはず。行くぜ。すごい山を越えることになるんだ。そんなところを相手は突っ込んでくるのか。あ、おとり挑発か。なるほどね。ならばその挑発に乗ってやろう。始めるぞ。他の部隊が挑発に引っかからないように若干離れながら行って相手を包囲しよう。ゲチュ、覚悟しろ。ゲチュ、こっちは朝倉一元と妙蓮夫人。進みなさい。ご命令ください。ご命令くだされ。始めろ。敵の居所まだ知れぬが突出しているな。ご命令ください。ならば三村さん狙わせてもらおう。残る部隊で元地君の部隊を攻撃。一部隊だけならば釣りの伏せの部隊だけで十分よ。やってやるぜ。敵の居所など知れておりますな。インドさん言うね、なかなか面白い。相手はあまり強くはない。やりたい。前、策がある者がいるということ。我が策。そこ朝倉一元さんのセリフか。敵を制すは我が軍略よ。ご命令くだされ。始めろ。で釣り隊が出てくる。で奇襲をどんどん入れる。今だ、あらて。策がある者がいると。どうした、一部隊は相当危ないぞ。策がございます。臨戦も使っていきたいが、もう素直に攻めていこう。始めよ。こちらも側面から狙わせていただく。天野さんは後ろを向いているように見える。ゲチよ。さあ行こうぜ。負けてやる気はさらさらねえぞ。そうだ、その息だぞ相良君。一旦引こう。さあ元氏よ、まずは一部隊改装である。俺が釣りのぶせよ。釣りのぶせ、あのこっちだと思うんだが。我が策ご覧くださる。逃がしはせんぞ。ゲチュ、覚悟しろ。あとはインドさんか。お、急襲ね。まだまだ逃がさないと。敵の居所など知れておりますが、兵数は相手の方が上か。戦場上限があるが、てか天野さんおとりだったんだ。策がある者がいると。戦場上限はあると、部隊数はこちらの方が上。始めよ。
我が策、ご覧ください。後ろがお留守のようじゃな。そうだぞ、毛利よ。仮にも一問ならば、ここで踏みとどまってみせよ。我が刃、望むは貴様か。これで木谷の包囲に入れば、元就さん動くかな。動かないならばそれはそれでいいんですけどもね。こっちが木谷とか、中津はこっちだったっけな。まあ高取山とあとは小倉か。その辺をこの島津義弘の舞台で取っていくのみ。で元就が動けば、今度は相良義弘の舞台が動く。この俺が切り開く。この二軍団の大舞台。おやおや、天野さん、我が部にひれ伏したか。喜んで使えてくれるんだって、元就さんよ。包囲する。さ、元就、思った通り動くであろう。まだだ、まだ引きつけよ。よし、ならば相良義比進軍。まだちょっと時間がかかるかな。じゃあ岩屋に行こう。進め。義弘で迎撃しても構わんが、このタイミングならどうだ。まあそうだろうな、もう間に合うまい。出陣する。義弘対元就か。どれほどの戦になるか。木谷は戦場上限は低そうだ。そうだな、戦場は狭く勝敗の行方は分からぬ。さあ、毛利元就が軍略いかほどなものか。元就さんの軍勢は多いな。逆に動説が少ない。あとはホイダとか、あの辺は強そうだ。あとは三村家近、亀井さんとか、あとは熊谷、秋月、あとは娘の琴さんかな。琴さんね、結構ね強いんですよね。木谷にいるんですけども、そこはまあ元就の DNA を受け継いでいるか。お任せを。この戦お任せを。俺に任せておけ。いや、釣りも危ないな。ならば神出鬼没。ここはお任せあれ。兵の強さで言うと、まあどっこいどっこいか。元就さんは防御力が高いな。ここはお任せあれ。ならばついに毛利元就と戦うことになるか。相手はもう77歳といえど、手加減はせぬぞ。一旦は大丈夫かな。ちょっと様子を見たい。お前らついてこい。敵の緊張せな。やっとが向かってくる。毛利元就、帽子の陣だと。バカだ。相手は突撃の陣形を使ってくる。狙うは朝倉一元。軍師を狙ってくるか。命令してくれ。まさかそんな戦略を取るとは。行こうぜ。てっきり陣を潰す方を私は考えていたのだが。ご命令を始めるぞ。ならば迎撃するしかあるまい。始めるぞ。ご命令を、ご命令を、進みなさい。私の読みを逆手に取った。戦ってるのは正面だと思うんだが、むしろ後ろ全然留守じゃないと思うぞ。やっちまったな。サムタ大丈夫か。大敵だぜ。お聞きくだされ。規制崩せれるか。我が策、ご覧ください。敵を制すは我が軍略よ。本体が回想すると危ないが、抜けれるかな。やってやるぜ。
裏を書きましょう。いや書ききれないと思うな。婦人カバーに入れるか。進みなさい。ゲチよ、さあ行こうぜ。ご命令。始めるぞ。命令してくれ。こっちも背後を取りたいな、ユフさん。始めるぜ。でサムタは多分、ね、多分やばいと思う。元なりす、あえて突撃を狙ってくるか。てっきり慎重に動くかと読んでいたが、策がある者がいると。覚悟なき者に負けはせぬ。結構守りのなんだろうな、突撃みたいなこっち側強化する提案はしていないな。引っかかったな。我が良いも望むは貴様か。命令してくれ。我が策ご覧くださる。でサムタさんは足止めか。これはヨシヒロの部隊が敗走する可能性は十分にある。前放て。仕方ねえ、一旦引くか。三村さんが敗走したか。我が策ご覧くださる。俺の策見せてやる。でこっちは本陣対本陣か。敵の裏を書きましょう。いや自分も窮地だと思うな。もうすぐ回想するならばもう相手の魚で引っかかったな。でドーフェスさんがそこそこ食らっていますよね。いや横槍入れれるかな。私とて負けられぬのです。我が策ご覧ください。負けてやる気はさらさらねえぞ。さて踏み潰してやるぜ。もうみんな叱咤しまくっているな。お聞きくだされ。とりあえず陣は健在な状態。同説の舞台でも敗走させたいな。行くぞ。やりたい、お願いします。だが毛利元就がもう少しで回想する。許しを問うなら今のうちですよ。言うね。お命令くだされ。どうでしょう。お聞きくだされ。みんなもう少し耐えてくれ。我らが意地見せてくれようぞ。この戦これで終わらせる。みんなやたら知ったばっかりだな。ご覧ください。まあそういうのを加えているからそうなっているのだが、いやだもう少しだ。右翼はかなり戦意は旺盛だと思うが、中央の毛利元就がもう少しで回想する。で同説の部隊がだいぶ減っているんで、そこは敗走まで持ち込みたいな。我が良いも望むは貴様か。仕方ねえ、一旦引くか。お、三村さんが引いた。一度引くぞ。よしよし押し返せ。叩き潰せ。そうだ叩き潰せ。次の戦のことを考えればですよね。成松さん50が敗走するのはきついな。まだ余剰の兵力もおそらくはなくなってしまうことになるんだろうな。よしよしこちらが押している。いや最初はビビったな。まさか毛利元就が突撃をしてくるとは思わなかった。見せてやる。てっきりね相手もまあ様子を見てくるかなっていうふうに思っていたんですが、そうはいかなかった。これが防身の軍略か。恐るべし。ゲチ始めましょう。ヨシヒサはそしてずっと足止めをしているが、まあ、そこはなんとかいけそうだな。三好さんの回想まではいける。お、同説撤退。これで勝利か。よーし勝ったぞ毛利元就。よくやったぞ島津義弘。島津の行く道はこの俺が切り開く。まあ相良の行く道だと思いますが、よしよし相手の戦意を一気にくじいた。毛利家の重臣たちは入らんか。かたじけない。で、よし、火は橘山に進軍。
さ、これでどう出る？まだ死ぬわけにはいかないのです。かたじけなく思います。で、こうなりましたよね。こちらとしてはあと3つ城を落とせばいいわけだ。だが、まあ先ほども言ったように、これはまあ私の戦略の第一段階。あとはヨシヒの部隊でなんとかなるだろう。毛利が援軍を送ってくればそれを迎撃すればいい。ヨシヒロ、向かうはここだ。黒瀬に向かえ。そう進もうとするんだ。相手の陣地を通るが。振り返るな、進め。2ヶ月かかる。まあ、一旦解散させてもいいか。騎乗。戻るぞ。報告します。先月の収支です。兵糧も相当減ったね。